皆さんこんにちは、野菜ソムリエのパズです。今日はバナナの冷凍保存の仕方についてご紹介したいと思います。シュガースポットが出て今とても甘くて美味しいんですけども、ちょっと今食べれないなっていう時は冷凍保存をしてみてください。よしよし、じゃあこのまま冷凍保存しようかと思って冷凍してしまうと食べる時美味しくないですので、冷凍保存するためには一つちょっと下ごしらえをしていきたいと思います。でまずは皮を剥きます。皮ごと冷凍してしまうとこの使う時にちょっと面倒くさいので、今回は皮は剥いてしまいますね。でこのままラップにくるんで冷凍してもいいんですけれども、使う時やっぱちょっと使いづらいっていうところもあるのでスライスをしていきます。こうやって切っておくことによって使う時に解凍が早くできて使いやすいです。でそのまま袋に入れるのではなく、一旦ラップの上に並べます。重ねてね冷凍してしまうとまたそれこそ使う時に使いづらいので、このようにちょっとバラバラっとして平たくして包みます。包んで、まあ、このまま冷凍でもいいんですけど、ちょっとまあ冷凍焼けとかを防ぎたいなっていう時は、まあ、この保存袋に入れてみてください。しっかりちょっと空気は抜きたいところなんですけど、そんなにしっかり抜くのは難しいので、まあ軽くな感じでちょっとギュギュッと押し出してあげて、はい、これで冷凍庫に入れてバナナの冷凍は完成です。冷凍したバナナの活用法としましては、以前 YouTube にもあげましたけども、バナナ救済レシピとしてパウンドケーキもありますが、そういうのに使っていただいてもいいですし、あとはドリンクですね。これから暑くなってきますので、ジュースとか飲む時の氷代わりにしてもいいですね。そうすると薄まらないバナナをひんやりした状態で食べれる。でまた今流行りのバナナジュースにしていただいても良いかなと思います。バナナジュースはまたこの後別の YouTube であげますので、よかったらまたご覧いただけたらなと思います。はい、今日はバナナの冷凍保存の仕方をご紹介いたしました。ちなみにですね、私野菜ソムリエプロという資格を持っているんですけども、野菜果物についてもっともっといろいろ知りたいなっていう方は概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったら見てみてください。チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。